どうも、じんたんです。今回から新しくマーダグラムというゲームをねやっていこうと思います。みんな大好物のデスゲーム、殺し合い系だと思われます。出たばかりのやつなんで楽しみです。美男美女しか出てこない。このゲームには暴力表現、グロテスクな表現がございますので、みんな注意してね。まあ慣れっこだよね多分いつも俺の動画見てくれてる方は慣れっこだと思います。これは動いてるのか、アテンション、あれあれ、コントローラーは。このゲームにはオートセーブ機能がございます。セーブスロット20にセーブされます。はい、このゲームはマウスまたはタップ操作で行います。マウス操作方法決定、左クリック、メニューは右クリック。うん、まあでもコントローラーでねできるところやっていこうと思う。やっぱコントローラーがしっくりくるんです。タップ操作。はい。カタカタ音が聞こえてますね。イラストもね、音楽も素晴らしいゲームだと聞いています。内容は知りません。マーダグラム。とりあえず殺し合い系のゲームは制覇したいなと。楽しいよね。騙し騙され。本プログラムを起動しますか？はい。イエス。俺はイエスと言える人間になりたい。どうだ？お。桜庭探偵事務所。探偵なんだね。そこは父が個人で経営していた、大して名も大きくない探偵事務所。片親でずっと私を育ててくれていた父は数年前他界した。兄弟もおらず、身寄りもない私に父が唯一残してくれた居場所。そんな私は高校を卒業してすぐ迷わず、この探偵事務所を継いだ。18歳かじゃん。お、かわいい。弥生ちゃんです。ふぅ。書類 OK。名簿 OK。あとはやることなし。色合いがいいですね。紫、すごい。紫チックでいいですね。スタイリッシュな退屈。大手探偵事務所はさぞ忙しいのだろうけれど。あの、毛利のおっちゃんみたいな感じだね。個人経営の一人の。人助けをしてこそ、俺は生きている価値があると父は言っていた。そんな父を私も見習って、立派な探偵になろうと日々努力しているのだが、依頼が来ないんじゃない？おお、仕事がなければどうしようもないわ。たまに来る仕事だって、浮気調査や犬猫探しがほとんど。毛利のおっちゃんも最初そうだったよね、コナンのね。コナンが来るまで。コナンが来るの待とう。死神が向こうからやってくるの待てばいいんだ。じゃないと事件なんてそうそう起こらんぞ。でもどんな小さなことでも笑顔になれる人がいる。お父さん、私頑張るから。誰もいない、外から聞こえる車のエンジン音だけが響く部屋の中で、私は静かに再度心を確認した。お茶にしましょう。そして残りも少なくなってきた、あまり美味しくないインスタントコーヒーの蓋を開けた時だった。うまくないんだ。おっ、ピス。はい。あ、思いもよらぬ突然の来訪に、カップに移そうとしたコーヒーをこぼしてしまった。残りの一杯が。めっちゃ押してくるじゃん。死神か。死神が来たか転がり込んできたか、死神が。今出ます。ありふれた小さな悲しみの余韻に浸る間もなく、落ちたコーヒーの粉を足でさっと隅に隠し、事務所の戸を開いた。バッチリ。あれだよ。放置するとゴキブリが出るよ。で、ゴキブリが出たら、ゴキブリを退治するために、足高雲っていうすげえね、足の速い雲が、こんにちは。出るから気をつけろ。みんな。いつの間にやら、外は雨が降っていたのか。服についた雫を払いながら、訪れてきたのは物腰の低そうな中年くらいの男性だった。怪しい。はじめまして。雨の中、ご足労いただきありがとうございます。あの、こちらは探偵事務所で会ってますよね。イラストはないのか、その人は。ええ、桜庭探偵事務所です。桜庭、かっこいいね。桜庭原道を思い出すな、俺は。昭和。昭和だ。私は、この事務所のオーラ、桜庭弥生と申します。弥生ちゃんです。かわいい。おー、すごい！桜庭弥生、探偵。見えそう。なんか持ってる。手帳。探偵。この子も巻き込まれるのかな？これあれか？こういう系になったら、タップじゃないといかないのか？コントローラー。コントローラー。コントローラーの限界を感じます。いや、でも普段はコントローラーで。矢印を落としたくない、俺は。極力。マウスカーソルをね。立ち話もなんですので、どうぞこちらへ。そして、小さな机と小さなソファーのみが置かれた、こじんまりとした客前へと案内する。あ、と申し訳ありません。音楽がね、かっこいいよね。今ちょうどコーヒーを切らしておりまして、お茶でよろしかったでしょうか。電子音が。あ、いえいえ、お気遣いなく。
お待たせしました。すいません、いただきます。桜庭弥生さんでしたね。随分とお若く見受けられますが。そうですね、元は父が経営していた事務所でして、私が高校を出てすぐ後を継ぎましたので。さようでしたか。あ、ご挨拶が遅れてしまいましたね。私は清水和音と申します。和音、男性だよね、中年の。そう言って差し出された名刺を受け取り、同じように名刺を交換する。再度名刺に目を通すと、劇団アルト、合ってる？主催清水和音という文字が確認できた。英語読めないから違ったら教えて。はたまた浮気調査や猫、犬猫の捜索かと思いきや、不意をつかれてしまった。いや、そんなことよりも劇団の方でしたか。ええ、そこは自分が経営しております劇団でして。劇団があると私も存じております。劇団あると、とても面白いとあちらこちらで話題になっている劇団ですね。キャッツみたいな、キャッツみたいなやつ。脚本はすべてオリジナル、若者も楽しめるよう作られており、10代から50代まで幅広い世代からの人気をつかんでいるゆえ、毎回劇場は満員御礼、チケットの入手も困難で、高額転売が後を絶たないとかなんとか。10代から50代はだいぶ幅広いね。昭和の心をつかんでるというのか。まさか俺たち昭和の、マジか。昭和は気難しいですからね。そうでしたか、それは話が早くて助かります。まあ脚本演出もさながら演技も全てが素晴らしいと有名ですし。なんか怪しいな、ドーピングしてんじゃね。ドーピングコンソメスープ飲んでそうみんな。これで力が、それは少し照れてしまいますね。うちの劇団員たちは皆才能とやる気にあふれた若き精鋭たちで揃えておりまして、その劇団員たちで殺し合うのか、楽しみ。すみません、また話が逸れてしまいました。構いません、早速ではありますが、ご依頼内容をお聞きしても。この人あれだな、顔が見えないから怪しいな。こいつが主催者か。そうですね、実は私も幾分混乱しておりまして。と言いますと、確か4日ほど前でしょうか、こんなものが届きまして。そう言ってカズネはスーツの右ポケットから黒い1枚のカードを取り出した。これは最後の警告、公演を中止しなければ薬剤が降り注ぐだろう。カタカナばっかり読みずれ。どんなものかと思いきやただのカード。公演を中止しなければ薬剤が降り注ぐだろう。めっちゃわかりやすく書いてくれてる、ありがとう。頑張って読んだのに。なるほど、予告状ですか。最後の警告ということは過去にも同じようなものが送られてきたということでしょうか。1ヶ月ほど前からちょうど1週間刻みに1枚ずつです。それはマメな犯人ですね。いたずらの線も考え、一応知り合いの専門家に指紋鑑定等も頼んだのですが、それが何も出てこなかったようで。何も？指紋の一つもでしょうか。はい、こちらが鑑定書になります。ま、正しく言えばこれを見つけた劇団員たちの指紋は残っていますが、関係者以外の指紋は出てこなかったようです。その劇団員の中に犯人がいればいいわけだねえ。出すんじゃなくて置いとけばさっと見えるとこに。論破、謎解けだ。確かに事実のようですね。その劇団員たちを全員逮捕しよう。全員をなんか地下に取り込めてのなりゲームをさせよう。殺し合いのゲームを。ええ、ただのいたずらでそこまでするのかなと今回調査をお願いしに参りました。そういうことでしたか、わかりました。このカードこちらで管理させていただいてもよろしいでしょうか。それはもちろん。では失礼します。やるんだ、デスゲームが開催される前にこっちから開催してやるんだ。どうだ、やられる前にやれ。メモに謎の予告状が追加されました。攻撃的でいいじゃないか。劇団内部で過去に何か大きい事故や揉め事はありましたか。いや、でもその前に一度だけ役所内で揉め事はありましたが、特に時に大事になることはありませんでしたね。なるほどね、それが関係してそう。根は深い。弥生さん、いえ、考え事です。団員の方々はこのことをご存知で。はい、このカードの存在に気づいたのも団員でして、みんな知っております。そうですか、ありがとうございます。では今回の依頼内容は劇場の安全確認、捜索、そして予告状を出した犯人の調査。そんなの私に、ペーペーの私に依頼していいんですか。安くあげようってことだな、依頼料。以上でよろしいですか。手抜きだ、手抜き。はい、よろしくお願いします。そんな大きい劇場なのに。承知しました。
その今回の件とはあまり関係ないことではございますが、一つよろしいでしょうか。もっと大きいところに頼むべきでは。大人気なんでしょう。儲けてるんでしょう、お金を。なんでしょう。失礼かもしれませんが、御社のような有名なお方がなぜこのような個人事務所にご依頼を。それだよ、詐欺かもしれない、詐欺。ああ、それは知り合いが過去この事務所に随分とお世話になられたようで、とても信頼できる数少ない素晴らしい探偵さんだとおっしゃったもので、私もぜひにと。もうその人はいないんですよ、パパ。お父さん、やっぱりお父さんはすごい。ありがとうございます。こちらの依頼も責任を持って調査させていただきますゆえ、どうぞよろしくお願いいたします。本当ですか。いやー、ありがとうございます。その団員たちも気にしているようで、これで安心してくれればいいのですか。みんな弥生さんと年は近そうですし、お互いにやりやすいと思うので、どうぞよろしくお願いいたします。劇場の方にも話は通しておきますので、調査の際はいつでもお越しいただければと思います。わかりました、ご丁寧にありがとうございます。本当にお引き受けありがとうございます。では自分はこれで失礼いたしますね。安心しきったような表情を見せたカズネは頭を深々と下げ、そのままこの場を後にした。この人のキャラグラがないのかな。キャラグラないやつを疑ってしまう。さてと、久しぶりの探偵業らしい依頼、お父さんの後継者としてしっかり頑張らなければ。まずはその劇団についてよく知る必要があるわね。ひとまずはパソコンでネットにある情報から集めましょう。クロちゃんが呼んでいる。戻りました。基本操作はクリックです。物を調べると入手できたり、特定のイベントが発生します。タスク中のみ、右上のメニューボタンが使用可能になります。はい。クリックですね。これセーブなのでは？あ、セーブだ。なんで 16?1 がいい。はい。OK。メモ。基本情報。メモ。予告状。なるほどね。これは？オプションか。BGM 下げてます。いつも通り。まあ、いい。パソコン。おー。青い。ウィーン。さて、清水和音、人柄はとてもいい方ですが、少し目が泳いでる箇所が見受けられた。何かを隠したがっているような気もしたけれど、でも劇団員を心配してるのは確かなようだったわ。劇団の場所は把握してるし、とりあえずは劇団内部の過去について探れれば十分ね。一応他にもいろいろ調べてみましょう。公式ウェブサイト1、劇団アルト公式ウェブサイト。コンセプト、これまでの概念にとらわれず、若き英雄たちと共に斬新な舞台を作り上げています。劇団概要、創設 1990X 年12月、世紀末にできている。やばいぞ、北斗の剣がバリバリ全盛期の頃じゃないか。北斗神拳が映画を収めた時だね、これは。やば。主催、清水和音。劇団員モヒカンとかじゃないよね、怖いんですけど。現役じゃん、まだ。バツバツガツ以降公演予定日、 2000X 年 X 月17日金開幕。 2000X 年バツバツガツ開幕予定。2、5代目、所属役者鏡刹那。何これ、姫らぎじゃなくて、なんだっけこれ、コウメッシア。違う気がする。オーメッシア。ルリノの夢見、待ってる？冷戦ガモン。脚本早乙女優馬。衣装、花畑うらら。音響水鳥。なんだこれ、緑川でいいのかな、緑川大木。合ってそう。でも大道具ね、これ安原颯。監督モブ鉄郎。合ってるかな。クソ、生放送じゃないから指摘されない。あの動画で指摘してお願い。劇団アルト、オーディション要項、募集、16歳、25歳の男女。オーディション内容、演技、面接。キャストオーディションは随時新人を募集しております。現在、当劇団はスタッフ、その他人材の募集は行っておりません。ほえー。劇団について取り上げられている個人サイトやまとめサイトなどを回っていると気になる記事が出てきた。劇団アルト、バツバツし失踪か。現在、その斬新な舞台演出により幅広い世代から絶大な人気を誇っている劇団アルト。歴史は浅く、まだ創設されて間もないが、近年急成長を遂げている劇団である。初期、
舞公演主演を務めていたのは劇団に所属する女性だった。この女性の演技は高く評価されており、ファンも、あまた存在する。しかし2年前6月15日以降の公演を境に、主演の演出をオーディションに方針が突如変更されている。死んだのか主演女優。そしてそれ以降、今まで主演を務めていた女性は劇団の公演には一切姿を現さず、彼女のファンからは無念の声が上げられた。おいでおいで、これちゃんどうした、一緒にやろう。 SNS ではこの件に対し再度出演を求める声が、彼女の行方を求める声多数、声等多数の意見がつぶやかれている。 Twitter ですね。おいでおいで。しかしそれらの意見に対して劇団からのメッセージ等は何もなく、彼女のファンだった人たちは足取りは途絶えていっている模様。現役の主演が何の予告もなく突然消えた。デスゲームの予感。少し引っかかるわね。安直とはいえ、この女性ファンの逆恨みの線も考えられるけど。とりあえず有益な情報は入手できた。なるほどね。それを隠したかったのかな。特定の情報を入手すると右上のメモに追加されます。メモの記録を利用しながら操作を進行しましょう。はい。メモに劇団消えたヒロインが追加されました。出してくれちゃう。確か1週間刻みに予告が来てると言っていたけれど、はい。一番新しいカードが届いたのは4日前。そしてこれは最後の警告。カードの言う厄災の期限までおそらく早くてあと3日ってところかしら。まずは現状の把握をしたいわね。早速向かいましょうか。お、チャプターゼロ劇場。今回チャプターゼロですから。このゲームもね、どんどん新しいエピソードが追加されていく形式なので、今あるところまでやっていこうと思いますね。ここで合ってるわよね。初めて来たけれど、本当に大きな建物ね。すげえ、これ階段かこれ。紫すぎてわからんが。話を通しておくと言われたけれど、とりあえず受付に。あ、君。おお、イケメンだ。あ、バンダナ巻いてる。バンダナこれ。こんにちは。青い。弥生さんだよね。はい、そうですが。おしゃれだね。指輪つけとるし。カズナさんから話は聞いてるよ。俺が代わりに案内任されたんだ。役者の鏡刹那と言います。よろしくね。ちゃんと出るあれが。あ、オッケーオッケー。ちゃんとこれが出るのありがたいね。振りがな。鏡刹那、合ってた。まず1丸ね。1丸。役者。イケメンだね。あ、これをサムネにするか。そうでしたか。わざわざありがとうございます。私は桜庭弥生と申します。案内の方、どうぞよろしくお願いします。イケメンだーとかないんだ。いえいえ、お構いなく。弥生ちゃんはそんな子じゃありません。ミーハー女子じゃないから。それじゃ早速だけど、舞台の方に案内しようかな。弥生ちゃんは俺一筋なんで、お願いします。もう感情移入がすごい。独占欲の塊なんで。ヒロインは全部俺のもんだ。手を出すやつは俺が粛清を下す。ここがいつも俺たちが稽古をしている舞台だよ。公演もここだね。本当に大きいんですね。ああ、今の人気は過去の先輩たちのおかげだよ。最初はすごく小さな劇場でやったんだけど、2個前の台がすごかったんだ。奇跡の世代だな。2個前ですか。もしかして主演だった女性について知っているかも。ちょっと聞いてみましょうか。言わなそう。気になる発言が出てきた場合、ゲットした情報を使用できます。うまく聴取を行い、調査を進行させましょう。関連した情報が出てきた場合は、メモが更新されます。へぇ。消えたヒロイン。俺いい。イエス。グレート。読めた。英語。2個前というのは、一人の女性が舞公演主演を務めていた台でしょうか。聞かされてないから、僕もあまり詳しくは知らないんだけどね。俺が昔見た舞台だったら、確かに主演は女性だったよ。おや、見られたことがあるんですか？と言ってもまあ、両親に連れて行ってもらった1回だけなんだけどね。なるほど。劇団の経歴や詳細については、劇団員に伝えられていないようですね。無駄な混乱を招かないために、この件はさりげなく聴取していきましょう。伝えられていない。隠してるんじゃなくて？メモが追加されました。劇団過去について。でも本当にすごかったな。すごく楽しかったよ。たった一回見ただけでこんなに引きつけられるなんて叶わないな。いえ、それでも変わらない人気はあなたたちの実力ではないでしょうか。人気を維持するって大変ですからね。わあ、嬉しいな。ありがとね。
今日は役者たちのミーティングだから全員は紹介できないんだけど、今ちょうど休憩に入ってるから歩いてれば会えると思うよ。うにゃにゃー、せつにゃん、誰とお話し中？あ、早速一人来たね。誰だ？猫だ。猫だ。合ってた。猫だ。かわいい。猫娘が来たぞ。うにゃ、せつにゃんも、せつにゃんもしや浮気にゃ？切る場所がわからん。文章の。そうなの？俺彼女いないけど。みーは、せつにゃんをそんな悪い男に育った覚えはないにゃ。先輩ですか？ああ、心配してくれてる？こちらの方は、猫ですか？拾ってきたんですか？あ、そうだった。この子は、みーは、ルリノの夢みにゃ。夢みんって呼んでにゃ。当てる。ルリノの。合ってる。ルリ、あ、そうか。ルリリノだ。そうだ。リリだ。なんで俺ここを繰り返したんだ？ルリノの。そうだ。ルリリノ。くそ。惜しいな。あれ、三角だな、これは。かわいい。あざといですね。ニコニコニーですね。役者。かわいいね。女子高生ですか？ルリリノだよ。私は桜庭弥生と申します。ゆめみさん。ゆめみん！ゆめみんさん。なになに？気難しい。ゆめみんさんは役者の方でしょうか？うん、そうだよ。みーはね、みんなのアイドルだから、大きい舞台に立たないといけないにゃ。ああ、そうなんですね。でも実力は確かだからね。個人的な興味ですが、この方の演技はちょっと気になりますね。じゃあ次はミーティングルームにでも行こうか。お願いしまーす。あれ、せつにゃんもう行っちゃうの？うん、また後でね。やよにゃんもバイにゃー。にゃ、にゃ？かわいいが、疲れそうだ相手をしてたら。2階にあるんですね。うん、楽屋とかも全部この階だから、2階にいれば基本誰かいると思うよ。ちなみに、2階とエレベーターホールは関係者しか立ち入り禁止なんだけど、やよいさんは大丈夫だからね。了解でーす。あ、ちょっと待って。なに？おお、シスターさんだ。ごめんね、突然。かわいい。この子、タイプです。はからげ、泣きぼくろがある、泣きぼくろが。なんでしょうか？十字架持ってる。ドラキュラ対策がバッチリです。ちょっと合わせたい人がいて、大丈夫？あ、はい。はじめまして、桜庭弥生と申します。カズラさんの紹介で、この劇団について調査をさせていただいております。そうなんですね。うん、なんだ？あ、人見知り？あ、スメラギさん、自己紹介してもらってもいいかな？これスメラギでいいよね。は、そうですよね。ごめんなさい。私はスメラギメシアと申します。すいません。これの方がやっぱ語呂がいい気がする。合ってる。やっぱり、スメラギ合ってるじゃないか。ちょっと自信がなかったんだけど、役者。役の衣装だよね、これ。普段着じゃないよね。普段着だったらすごい個性が爆発しとるが、メシアさんですね。よろしくお願いします。なんだ、不愛想だぞ。ごめんね、つめらぎさんはあまり話すのが得意じゃないんだ。役者なのにですか？でもすごく優しい人だから気を悪くしないであげてほしいな。役者さんなのにそれは致命的なのでは？演技は完璧なのかな。あ、はい、そのあたりはなんとなく察しております。つめらぎさんは普段おとなしいけど、舞台に立つと本当にすごいんだよね。憑依型の役者みたいな。最初は教会で歌っていたつめらぎさんの歌を聞いて、カズナさんが無理やりスカウトした感じなんだけどね。弱みを握られてるんだ。だからこんな挙動不審なんだ。俺も握りたい、弱みを。まだ少しお話ししただけですが、確かにとても素敵な声をお持ちですよね。ありがとうございます。おお、チョロコだ。チョロコと呼ぼう。よろしくお願いしますね。はい、こちらこそ。ちょっと褒めると、懐いてくれるぞ。では、失礼します。どうした、クロちゃん。おいで。ご飯入れてあるよ。メシアさんは、教会と何か関係のある方なのでしょうか？それともただのコスプレイヤーなのでしょうか？そうだな。俺もあまり詳しくないんだけど、たまに集会がーとかで早めに帰っちゃうんだよね。でも、その分、自主練は人一倍励んでくれて、よし、合わせなんかもうすぐに覚えてくれるから尊敬しちゃうよ。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。いえいえ、それじゃあ行こうか。